聖火女子高等学校吹奏楽部の皆さんです。福岡が誇る聖火女子高等学校吹奏楽部、手元に紹介文の方をお預かりしておりますのでご紹介をさせていただこうと思っております。本校吹奏楽部は学校や保護者の皆様の温かいご支援のもと、顧問の先生方とおよそ150名の部員で活動しています。この部活動では友情の大切や人間として必要な社会性や人間性を学び、聴いてくださる方々に感動を与える音楽作りを最大の目標に、明るく楽しく元気よく今できる最高の演奏演技をスローガンに日々練習に励んでいます。現在の活動は吹奏楽コンクールやマーチングコンテストをはじめ、各種イベントや地域行事に出演するなど、年間の演奏回数は数十回にも及んでいます。中でも1年の集大成である定期演奏会は2日間の4回公演で、見せて楽しませて感動するステージを目指して、コンサートだけではなくミュージカルや合唱、マーチングにも取り組んでいます。定期演奏会には九州内外からも足を運んでくださるほど好評いただいています。昨年度は熊本県立劇場にて行われた第64回九州吹奏楽コンクール、そして大阪城ホールにて行われた第32回全日本マーチングコンテストにて、どちらも金賞を受賞することができました。どうぞ大きな拍手をください。今年度はコロナウイルスの影響でコンクールやイベントなど多くの演奏の機会が失われてしまいました。そんな中、このような素晴らしい機会をいただき誠に感謝いたします。本日は元気いっぱいな1年生メンバーでステージをお届けします。どうぞお楽しみくださいという紹介文をいただきました。皆さんどうぞよかったらエールの意味も込めてもう一度大きな拍手を送ってあげてください。さあ、それでは少しですね、先生の方とお話をしていこうかなと思っております。よかったら先生にマイクの方を取っていただいてよろしいですか。はい、スイッチ入ってるかな、どうだろう。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、はい、さあ、先生改めて先生自己紹介をよろしくお願いいたします。はい、私聖火女子高校吹奏楽部と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。先生、先ほどご紹介もさせていただきました、はい、150名部員がいらっしゃるんですね、はい、ちなみにその中から今日1年生ということですが、はい、何名お越しいただいているんでしょうか。はい、本日ですね37名の1年生で参りました。そうですか、はい、どうですか先生から見て1年生。はい、そうですね、今年はですね、コロナウイルスの影響で、本当に本番が少なくてですね、はい、1年生実は今日が初めてという子たちもいてですね、はい、まあ、そんな中ですなんですけども、はい、みんなとってもよく頑張って、もう今日はバッチリな演奏ができると。そうなんです。自信たっぷりで、いいですね、参りました。
には見えなかったんですけども、はい、また2回目もありますのでですね、もし2時までいらっしゃるという方がいましたら、ぜひまた来てほしいなと思います。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、では続きまして、今あちらの方で準備をしてくれてますが、トロンボーンが活躍する1曲をお届けしたいと思います。ハニースライドという曲です。ではトロンボーンの皆さん登場お願いします。
この曲をですね1年生だけで演奏することは実はあんまりないんですけども、まあ、それもあってみんな緊張しているかもしれませんが、この日のために一生懸命練習を重ねてきましたので、ぜひ楽しんでお聴きください。Thank you.
はい、そして笑顔いっぱいのパフォーマンス。